はい、どうも JP です。本日もプロスペースやっていきたいと思います。はい、ということで本日なんですが、始まりましたリアタイの全国大会、セリーグ杯、パリーグ杯、タイブレーク杯が本日5月5日の15時の更新をもって開催されました。本日の動画はね、この全国大会やっていこうかなと思っております。今回の大会3つに分かれておりまして、自分がオーダーが組めるものに参加してもらえればと思っております。セリーグ杯、セリーグ限定のオーダー、パリーグ杯、パリーグ限定のオーダーで、タイブレーク杯は、オーダーに特に制限はないんですが、ルールとしてタイブレークで、進んでいくっていうような形ですね。まずは早速全国大会行ってみましょう。はい、こちら全国大会の画面となっておりまして、もうすでに5試合行ってランキングに参加できるように私はしてきました。5試合戦って今現状4勝1敗ですね。1個負けたのちょっときつかったなっていうような形です。現状レートが5350で5528というような形で、このレートを上げてって順位を上げていくというような大会となっております。で、これだけではなく累計ポイントですね、試合を行って獲得できるポイントに応じて累計報酬あるような形ですので、ランキングをガチってる方もいると思うんですけど、それだけではなくこの累計ポイントだけ集めて報酬獲得できるようになっておりますので、報酬が欲しい方は最低限この6000ポイントまでは獲得するようにしてください。エナジーであったりとか S ランク特訓コーチで、あとは S ランク確率 30% 契約書とかありますので、これだけでも十分美味しい報酬ですので、大会を回ってポイントを獲得するのにスタミナ消費もなかったりとかエナジー使う必要もありませんので、こちらはねぜひともやってみてください。でさらにレートを上げてって順位を上げていくと、期間が終わるとそのランキングに応じて報酬がもらえるような形となっております。リボンがもらえるのは1000位ですね。1000位以内に入ればリボンがもらえるような形となっております。まあ、ゴールデンウィーク期間ちょっとかぶっておりますので、できる限りやってランキングを上げていきたいなと思っております。それじゃあ何試合かやっていきましょう。さあ1試合目、私が参加しているのはタイブレーク杯です。タイブレークなんで1本打てば、すぐ点に直結するんですが、1本打たれれば失点してしまうというようなハラハラな状況ですね。さあ藤井荒野、藤井荒野か、藤井荒野はねストレート一点張り。オッケー、走れ、ラッキー、ストレート来い、ストレート来い、高め来いよ、高め、あー走んねえか、まあ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 、オッケー、くそー、やばい、表の攻撃だとね1点は入れときたいんですよ、タイブレーク。オッケー、危ねえ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 、もうこれで裏で抑えれば勝ちなんで、タイブレーク杯は早く終わるのがいいところ。藤井荒野なんか意外と多いな、あかん、最悪、まあまあまあ抑えりゃ勝ち、抑えりゃ勝ち。さあ勝ったは DH 浅村、抑えりゃ勝ち、 OK、 内防、よし、 OK、 これはインフィールドフライ、取りました、バッターがランナー二塁一塁、うん、怖いバッターが続きますね。さあ引っ掛けろ引っ掛けろ、あま、危なー、よし、あと1個、えぐい、得のめっちゃ出たな、レスピが出ない、うわー、まあまあまあ点が入んないだけ、オッケー、よっしゃー、まずは1勝。この累計ポイントなんですが、勝てば300ポイント負ければ200ポイント獲得できますので、最短で20連勝しちゃえば累計報酬獲得できると。全部負けたとしても30試合行えば累計報酬獲得できますので、大会楽しみながら累計報酬獲得してみてください。ただ今現状大会ガチってる方かなりいますので、まあ、その累計報酬よりかはこのランキングリボンが欲しいっていう方がほとんどじゃないでしょうかね。さあもう1試合いきましょう。お、吉野部隊です。
さあ2試合目、トータルで言ったら7試合目。レートはしっかり最初初日でしっかり取っときたいんだよな。まあタイブレーク杯だから最初のね、1番バッターの時の9番8番をこうやって走力高い人にするのも意外と手ではある形なんですが、よしよし、正直ね、走力 A の打者上位打線に置きたいんで、個人的に8番9番はもう走力 B、 ラッキー、ほんまに、うわー怖っ、これも歩かせていいぐらいで厳しいところ。え、ラッキー、よっしゃー、1点取りゃ勝ち。で本日5月5日大谷翔平ホームランまた打ったね、8号だけから。いや、いけたわ今の、喋ってんな喋ってんなマジで。8号いいホームラン、すっごい綺麗だった。で、個人的に嬉しいのが5月6日に筒香が1軍合流。いやー、もったいない、落ちたー、え、落ちなかった、うわ全身かい。で筒香1軍合流でしょ、そろそろプロスピー通常来てほしいよ、 A ランクでも S ランクでも。どんな能力かがかなり気になる。さすがにそんなすぐは来ねえかな。筒香アニバーサリーとか選ばれんじゃねえのかなと個人的に思ってます。アニバーサリー渡来くんも来そうな気もするけどな。 OK、 ゲッツーがねきつい、このタイブレーク杯。須田か、まあ、シンカーだけ一本打ちは勝ち、一本打ちは勝ち。オッケー、勝利。はい、ということで、本日はリアタイの大会、全国大会のタイブレーク杯ちょっとやってきました。皆さんも累計報酬かなり美味しいので、最低限そこはねランキング上げることができなかったとしても、その部分は報酬は獲得 しきるようにしてみてください。このねエナジーを貯めておきたい期間、少しでも、獲得できるエナジーがあるのであれば、累計報酬獲得しないのはもったいないので、ぜひともやってみてください。はい、ということで本日は更新できたリアタイの全国大会やってきました。本日の動画が良かった、参考になったという方、高評価チャンネル登録ぜひともよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画で会いましょう。バイバイ。